日本の女子高生のコスプレをしてみました。日本の女子高生ってよく実はスカートをめくるんだよね。なんかそういう技っていうかあって、こうやって多分ここら辺でこうやってやってると思います。それでそれをめくったら結構ちょすぎるすぎこんな感じになったりするよね。原宿を歩いてみたいと思います。Настоящая школа. Так стыдно. Я скажу, вот дура. Фонмоно, нанка, чуто наеча. Фонна пикула торета, нанка, хенна, не? Конна канжи де. Гошарю дозаймас. Ааа! Умушуй, сна. Нарухуду, не? Хай, хай, хай. まあ、日本の人もロシアの方が制服着てなんだろう面白そうだなっていうのもあるし、ロシアの方々はあこういうふうに日本の文化があるんだっていうのをアジアさんを通じて知れるみたいな。はい。あじゃあもう日ロでもう視聴者の方がいる感じですか。そうですね。はあすごいグローバル。ロシアではスカートをこう、やっぱ巻かないですか。あまずは制服があんまりないところもあります。あ、そうなんですか。じゃあ二重構造だ。こんな制服があって、しかもわざわざ日本人をまくるんだっていう。はい。はぁー。それはやっぱり理解に苦しみます。まあ、わかるのはわかるんですけど、なんかそれがすごく自分的に面白いな。なるほど。海外からも面白く。僕たちだって当たり前になってるじゃないですか、女子高生が。ああいう、それは海外の目線からいくと、ちょっと面白い文化なんだなっていうふうに日本が。あれとかどうなんですか、ルーズソックス。あ、やりました。あ、その時は違うんですけど、まあそういうのもありますね。あ、私ソックタッチとか、ソックタッチわかんない。だいぶ細かかったときまで。ルーズソックスね、止めるノリみたいなソックタッチってね、うん、言うんですけどね。ありますね。あー、でも、なるほどね、こういう風にやってるんですね。むしろ新鮮ですね。うん。外国の方がやる。ね、改めてね、日本を知れるっていうのもありますね、日本人の人は。さあ、それでは新田で美香さんの方の、VTR こちらです。